小倉競馬場第10競走は九州スポーツ杯ですダートコース 1700m 混合戦3歳以上2勝クラスのメンバーによりますハンデキャップ競走ですトップハンデは名将てる名将激林の5 6キロ最軽量9番のラブスピール負担重量5 1キロ上下の差は5キロとなっております正面スタンド前芝ダートともに量のコンディションの小倉競馬場 ダートの表面白く乾ききっています。続々と収まって今名称モズ、ゲートに収まりました。そして名称ヨシテルがこれから誘導されようというところです。後ろでは14番のエルザストラウムあるいはアルマラトゥール枠入りを待っているところです。また6番のアレマーナもゲートの後ろ。一歩一歩近づきますが、あと一歩というところです。 10番の名称ヨシテル。ゆっくりとゆっくりと促されております。時折尻パネを見せますが、さ促されますとすんなりです。名称ヨシテルすんなり収まりました。そして14番のエルザストラウムが今ゲートに収まります。最後は16番のアルムラトゥールのゲートインになります。ダート 1700m 戦。 アルムラトゥールが今収まります全場ゲートインが終わって係が離れてスタートしましたさあ先行争いダッシュよくまず4番のグラストンベリーが早くも一馬進ぐらいとリードを取りますそして2番手の位置ですが外からお化けのキンタそしてアルムラトゥールポジションを上げますその後の集団ですが13番のグラシアスがいて 最内に2番のモズブーナー内外離れて現在4、5番手そして間をついた6番のアレマーナそして14番のエルザストラウムがその後方につけております各馬1コーナーカーブし終えて2コーナーへと入ります先行争い決着ついて4番のグラストンベリーが3シンのリードを取って逃げますお化けの金太2番手の位置につけています3番手外はアルムラトゥールです そして内差がなく並んでいるゼッケン2番のモズブーナーですそしてその後はは4 5、5馬身少し馬群が開く形になって13番のグラシアスがいます間から6番のアレマーナ最内1番の名勝、激凛という体勢4馬身開きました14番のエルザストラウムが追走その2馬身後方8番のクリノニキータが追走してその外に5番の名将モズ中段の外目あとは少しまた馬群が開きました2馬身異なって3頭ラブスピールが打ちそして間、タケルラスティそして外からポジションを上げる十番の名勝、ヨシテルそれを二馬身差で追う 3番の東亜シオンという体制です。そして、後方から2投目にはトゥルブレンシア一番後ろから運ぶ7番のエナジーポコアポコ各馬34コーナー中間です。さあ、先頭は残り400を通過4番のグラストンベリーが5。馬身と再び逃げ足を伸ばして、さあ、直線に向かった4番のグラストンベリー先頭で5。馬身6。馬身とリードを取った2番手集団固まっていますが、モズブーナー、そして外から今単独2番手に上がった。5番の名勝を持つ前にどれだけ詰められるのか。そしてその後の集団ですが、絶ッ10番を付けました。名称を寄せるなど。しかし 先頭は逃げ切り耐勢、濃厚だ4番のグラストンベリーまだ5馬身トリードがあります2番手5番の名勝モズグラストンベリー、グラストンベリー押し切ってゴールイングラストンベリー勝ちましたそして2番手ですが5番の名勝モズ2番手は確保3番手争いこれが3頭ほどがずらっと広がりました4番のグラストンベリー川須春彦騎手好スタート好ダッシュから後続を突き放して逃げて最後は余裕を持っての入線快勝です2番手ですが5番の名勝モズ 3番手争いですが12番のトゥルブレンシアが外から内からは10番の名勝をよしてる間からは3番のトーアシオンなど3番手争い3頭固まっております勝ちタイムですが1分43秒9です上がり 800m は51秒百6 0 0 m は39秒1でしたコースタートから自らラップを刻んで最後は余裕を持っての勝利グラストンベリーと 錦コ騎士のコンビでありましたロード・カナロアの3区ですそして2番手ですが5番のメッシ将モズ3番手どうでしょうトゥルブレンシア12番のトゥルブレンシアがどうやら単独の3番手は確保しておりますもつれそうな3番手争いは12番のトゥルブレンシアですすんなり1着は4番のグラストンベリーです 2着は5番名称モズ、3着は12番トゥルブレンシア、4着は2番モズブーナー、5着は10番名称ヨシテルで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまでお手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。